さん、こんにちは。舞です。今回は、クラークさんとの対戦の様子をお送りします。前回、現状強いクラスランキングの動画をアップしましたが、その内容を踏まえて一番先に倒す相手をいつも判断しています。ですが今回のように、2体とも厄介な SP を持つ相手の場合、非常に困ります。アルマゲドイを受けたくないのでサイキックを早く倒したいところですが、私の編成は召喚なので、先にブレイカーを狙っていきます。次のターンで後列が狙えるインフェルノが来るので、このターンはゲインでエナジーを貯めます。インフェルノを使おうと思っていましたが、無限に一番怖いジャイアントブレイドは使用されたので、このターンはエナジーを温存して様子を見ます。チャームの効果でブレイカーの HP が回復されているので、どの組み合わせでブレイカーを倒すか悩みます。ファイアボールとインフェルノで倒せそうな気もしますが、少し残って無限が倒されると危ういので、ナイトメアにしました。慌てて倒しましたが、ブレイカーの手札はなかったようです。危機でデバフ解除。そろそろ相手も SP が200溜まりそうですが、エンジェルハートでかなり HP が回復されてしまいました。バルキリーを召喚してもアルマゲドンで倒されてしまうので、アイリスのバリアーで無限を守ります。このターンで倒しきれる手札とエナジーがありません。アルマゲドンが来ます。全体に394ダメージ。最初に使い切れなかったインフェルノが悔やまれます。ナイトメアなら倒せていたのですが、このターン耐えられるでしょうか。残り7で耐えました。あとはスピード勝負でしたが、かなり厳しい戦いでした。やはりアルマゲドンのサイキックは強いです。一番上から中列に移動するとクロスブリザードが当たらないので、ブレイカーの生存率が上がって勝率も上がると思います。対戦ありがとうございました。このプロジェクトゼノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は、概要欄のリンクよりどうぞ。また、コナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。LINE オープンチャットもあり、匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名を突破しましたが、2000人と世界一を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。